こんにちは。読売新聞東京本社写真部の若杉和樹です。この度は羽生結弦展2022にご来場いただき誠にありがとうございます。ここでは私が撮影した写真の中からその時の状況やエピソードなどをお話しさせていただこうと思っています。今回ご紹介するのはこの写真です。この写真は2021年7月に行われたアイスショードリームオンアイスで演じたマスカレイドから演技終盤氷の粒を飛ばしながらターンする瞬間を捉えた一枚です。キラキラした氷をまとうようにも氷を操っているようにも見えてくる写真ならではの美しい瞬間なのではと思い、とても好きな写真です。羽生選手が6年ぶりに出演したこの年のドリームオンアイスはありがたいことに3日間4公演の撮影をさせていただきました。この写真は2日目夜の公演で撮影した写真なのですが、同じ日の昼に行われた公演で別のポジションから撮影した後にデータを見直す中で同じシーンの写真があって、これを反対側から見たいな、撮りたいなと思って撮影した1枚です。次の公演までの間にどんな動きの後のシーンだったのか、撮った写真を見直しながら頭に入れて臨んだ本番。氷は以前よりも、多めにとてもいい感じに舞っていて、狙い通り取れたぞと思ったのですが、見直すと実は足が切れてしまっていました。このプログラムは動きのスピードに緩急がすごくあって、羽生選手の動きのキレも相まって一瞬でもレンズを振り遅れると足が切れてしまったり指先が切れてしまう。ああ、やっぱり羽生選手を撮るのは真剣勝負みたいだな、今回は負けたなと悔しいなと思いつつも、それでも美しい瞬間が残っていて綺麗だなって思う気持ちと、やっぱり足まで入れたかったなっていう気持ちを行ったり来たりしながら撮影後何時間も過ごしたことを覚えています。同じ演技を連日撮影するというのはこの時が初めてで、この時は回によって撮影場所を変えてみたり狙いを変えてみたりしたのですが、羽生選手は毎回少しずつ細かな表現が変わっていたり見せ方が変わっていたりして、同じ場所から撮っていてもきっと違う写真を撮れていたんだろうなと思って、今度もし機会があればずっと同じ場所から撮影してみても面白いのかなと思いました。会場には他にも北京五輪までの挑戦の歩みを振り返る写真や衣装などを展示しておりますので、ぜひゆっくりと思い出しながらご覧いただけたら嬉しいです。ありがとうございました。